が予想しながら紹介していくスポーツ総合バラエティということでございまして、まずお三方にご自身がレジェンドと呼ばれることについてどう思ってるのかを聞いてきましたよ。レジェンドっていうと葛西さんだったりとか、ある程度こう長くやっていらっしゃる方の方のイメージがあるんで、すごいな、そこに入っていいのかなっていう、ちょっとそれはもちろん申し訳ない、方も伝説ですからね。だからね、佐和さんとかも言われて当然ですよっていう風に、何をケラ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 笑ってるんですね。レジェンドって何ですかっていいですね、番組いいですね、タイトル今日のあーたごめんなさい、ね、本当に国民栄誉賞受賞者じゃなかったら引っ張られてますよ。でも3人とは良さそうだな、ねえ、仲良さそうですね。この2人もね、しょっちゅうさんが仲いいのか、そうしょっちゅう会ってるんですって。でね、カズさん、レジェンド級のアスリートでもやはり女子だということで、吉田さんは澤さんによくね恋愛相談してるんだって。吉田さんが、そう、吉田さん声大きい女だからね。一度じゃないです。あ、一度じゃない、似てるよ、そんな声大きい女なんですか。いや、大きいじゃないよね、過去に6回告白して振られてもまた告白して振られても同じ人です。人にいけると思うんですよ、その子もまた仲良くしてくれるから、今度はいけるだろうと思って。で、沙織は優しくされたらみんな私のこと好きなんじゃないかと思ってそこ私のいけないところ素晴らしい、6回も告白して相手でカレリンですかね。前は野球選手好きでした。カレリンじゃねえよ、違うっすよ、カレリン。いや、でも超肉食系なんですね、吉田さん。いや、そうですよ、だって手越くんとか好きなんじゃなかったか。そう手越マス、増田くんの方か、ね、好きなの、全然違うんで。その前は野球選手でした、はい、だから本当にみんな暴露しないよ、そこで本人で言ってそう言ってるんですけど、優しくされたら好きになっちゃうんですって、ね、ということでございまして、さあそれではそんな最強女子メンバーから矢島さん、はい、矢島さんにクイズです。はい、なんだろう、問題です。ロンドンオリンピックの後、なでしこジャパンに憧れを抱いてくれた吉田選手と、せっかくなので一緒に監督のもとに入団の直訴に行きました。直訴、それだけでも監督は驚いていたのですが、その後さらに驚くことがあったんです。何ですか、それは一体何でしょう。これは難しいわ、すごい難しくないですか。矢島さんにクイズです。吉田選手がですね、なでしこジャパンに憧れて、ね、もう私も入りたいとおっしゃったそうなんですよ。で、じゃあ監督のところ連れてきましょうと澤さんが連れてった時、監督に驚かれちゃったんですって。一体なんでだ。やっぱり監督好きですとか言っちゃった。ああ違う、いや、すぐ好きになるとはさっき言ったけども、うん、そういきなり告白はしませんよ、これね、なでしこジャパンに憧れたにもかかわらず、うんうん、あることを全く理解していない、はい、なでしこの意味がわからない。ああ、なでしこの意味がわかんないじゃない、うん、もっと監督いるってことは、うん、あのグランドに行ったんじゃないの。ルールがわからない。お見事、ルールで正解でしょう。正解、ルールというよりもこれがわかんないのよ。正解はサッカーのポジションをよく知らなかったからです。よくそれに言いましたね。なんでそれで聞いてくれたんだよ。よく分かんなくて、なんか MFMMF、はいはい、ミッドフィルダーとか、ディフェンダーとか。ラジオだよ。私はシュートをする人がよくて、シューターと思って。言わねえし、シューター。なんですか、シューター。シューターは誰でも打てます。シューター。そういう意味ではね。監督、どんなリアクションでした？それ聞いて。どこだったっけ？笑って。ね、うん、あ、もう最初から相手にされてなかったんだ。佐々木監督優しいからね。そうですね、シャレの分かる人だから。そうですね、正解はサッカーのポジションよく知らなかった。なんか、はい、ね、これレスリング引退しても他のなんかでなんかオリンピック出そうだよね。もうこれ身体能力がとてつもないですからね。ぜひぜひいろんなこと、まあ、まずはレスリングでね、かっこいい姿を待たせていただきたいと思います。サッカーの脚力すごいですから、ね、そうですね。さあ皆様続いていきましょう。続いてはこちら。